女性を相手にした勝負だったりとか、わお、なんかそういうところでかなり進化発揮する。お、じゃあ黒沢咲を倒せるってことですね、ようやく。なるほど、倒しちゃうかもしれない。なるほどね。麻雀遊戯王、皆さんこんにちは、麻雀遊戯王のお時間です。私麻雀大好きアシスタントの渚です。よろしくお願いします。そしてこんにちは、イーピンくんです。そしてはい、日本プロ麻雀協会嘘最高専用えぇ、ー、まあ、いや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 使って使って大丈夫はい、行きますよ、行きますよ、はい、最高専日本プロ麻雀協会所属赤坂ドリブンズの村上純です。よろしくお願いします。こんなわけで毎回お茶目な村上プロに今回も来ていただいております。よろしくお願いします。やばい、今のはまあまあやばい。何ですか、最高位にって何年ですか。最高位22年角立たないですか。大丈夫ですか。全然大丈夫です。いやちょっとだけ文字なくしちゃうね。ちょっと抜けちゃった。全然大丈夫。そうそうそう、一番走っちゃいけないところは大丈夫ですね、問題ない。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、村上プロですね、はい、勝負飯が牛ステーキだということなんですけども、はい、毎回勝負前にはこう牛ステーキを食べてるんですか。まあそうなんですよ、去年の、はい、去年最高位になったんですよね、はい、1年前なんですけど、その最高位になるときは本当にあの対局の前日は必ずステーキを自分で焼いて食べて、はい、で最高位になったんで、よしこれは続けるぞと、まあ頑張ってやってたんですけど、はい、今年めっちゃボロ負けして、はい、今食べてないです。結局すぐ変わっちゃうんですよね。なるほどなるほど。まあでこれ、はい、きっかけがあって、はい、あの RT リーグ始まるちょっと前に、はい、まあ藤田さんと一緒に麻雀するようになった時に、まあ藤田さんも大井さんもなんか試合の前にステーキ食べてたんですよ。よくあのステーキを食べて、いきなりステーキじゃないけどもっといいとこだけど、はい、その昼にランチにステーキ食べてこれから試合だみたいなのをよくあげてて。で強かったんで、あ、じゃあ俺もやろうって真似して、まあ、最初のうちは結構調子良かったんですよね、うん、だから3年間ぐらいはステーキ結構食べてました。なるほど、はい、やっぱちょっと験担ぎ的なものもありますよね。やっぱ気合い入れるっていうこともあるんでしょうか。一応なんか、はい、まあこれは本当かどうか知らないんですけど、はい、ステーキっていうかまあ肉食べると闘争本能がちょっとこう刺激されるみたいな成分が入ってるという、はい、まあ噂を聞きまして。なるほどなるほど。そうですね、僕はまあその普段ま闘争本能がないんでちょっと肉を食べようかなっていう気持ちになったんですけど、いくら闘争本能が高まってもハイパイとツモが悪いと負けちゃうんで、そこ闘争本能関係ないからハイパイが難しい。そうなんですよ、だから今は食べたい時に食べたいものを食べます。あ、それが一番いいと思います。はい、はい、いや、そういったあの験担ぎもちょっとあるのかなと思いまして、はい、あのちょっとお聞きしてみたんですけども、なぜかというとですね、今回ちょっとやりたい企画がこちらになるからです。今日の企画は村上プロの2019年を占おうということでですね、最近麻雀遊戯王の方であの渚さんがコスプレ占い師が本職ということでですね、うん、渚さんに占いをしてもらう企画が結構ありまして、村上プロも、2019年をちょっとこちらの方で占わせていただこうかなと思いまして、こちらの企画を考えたんですけども、よく考えたら村上プロはあのオカルトバスターズの本を出してるぐらいですから、はい、あんまりそういうのは信じないのかななんて思ったんですけど、いかがでしょうか。確かにそうですね、僕は多分人生で占いをしたことは一回もないですし、はい、あと、はい、まあよくね、厄年になったら厄払いをね、はい、するとか、はい、まあ言うじゃないですか、はい、なんだその厄年とか厄払いっちゃ何なんだと、うん、いう思ってるので一回もそういうのも言ったことないですし、はい、まあ、別にねわざわざあのお地蔵さんいたら蹴るとかそういうことはしないですけど、はいはい、あんまりその、まあ、神頼み神信仰みたいなのがまあないんですよ、はい、それは本当にないです、うん、なるほどなるほど、はい、ないですね、はい、なので、はい、まあ、ただそれをやってる人意味ないなとか、まあ、自分も例えばその子供のねグッズを守り代わりにこう持ったりとかするんで、はい、まあなんか精神が落ち着けば、自分の精神が落ち着くんだったら何やってもむしろいいんじゃないかなっていうタイプなので、うん、はい、なるほど、はい、ありがとうございます。でここ、渚さんはですね、やっぱコスプレ占い師をしてしっかり占いができますし、なんならあの前回縁側っていうちゃんとね、あの神通力があるんじゃないかっていう、間違いないですね、してましたから、はい、そうだ、ここはボクイズ当てちゃったんだよね。あのね、縁側をこう当てた瞬間に、はい、これは占いが当たるなと思いました。
本当に本当に勘みたいなね。だから何かが降りてくるってことでしょ、はい、あ、なんか言いたくなっちゃったんですよね。第6巻っていうか、そのなんか僕もともとそういう神の存在とかは信じないですけど、人間の第6巻みたいな、はい、そういうこう目覚めてない能力みたいのはあるかもしれないと思ってるんですよ。はいはいはい。なので、まあ、それでいろいろ当てて、ただね、来年ももうどん底ですって言われたら無理やり信じないようにしようとは思ってますけど、はいはい、大丈夫です。大丈夫なの？はい、あ、もう渚さんがそれなら大丈夫ですね。はい、ということでですね、渚さんはタロット占いなので、近々直近の3ヶ月ぐらいですかを占えるということで、2019年の前半の方ですね、はい、を占って、めっちゃ M リーグ大事な時ですよ。そうなんですよ。1月2月で、あのファイナル進出が決まって、3月だけでファイナル戦うんですよ。はい、なんならこのドリブンズが優勝できるかどうかはタロット占いにかかってます。いや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 、はい、やべえでしょそれ。ここでもし渚さんがタロット占いでいい結果を出して、村上プロが ものすごい勝って優勝したら、はい、渚さんがもう M リーガー専属占い師みたいなことになったら、あ、なりますね、はい、もう麻雀遊戯王的にもそれはも もうありがたい話ですので、もうあと縁側100巻ごちそうします、私は別にいらない。コバコバだったね、はい、ということでですね、3ヶ月占わせていただきたいと思います。はい、では占いの方に行きましょう。どうぞ。それでは準備ができたので、渚さんお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。すごい厳格な感じに、なんか一応ね、このなんかね、占いっぽいこのシール、うん、ああ、そうなんです、厳格にさせました、作りました、私を。はい、はい、あ、2019年の、はい、とりあえず3月ぐらいまでをやろうと思うんですけれども、はい、何占いましょうか。もうね、やっぱさっきオープニングで言っちゃったんで、うん、M リーグのね、お、まあその未来といいますか、はい、勝負といいますか、それをねやっちゃってください。何ですか。結構、いや、なんか荷が重いですよ。いいんです、いいんです、悪い結果出たらそれはそれなりにちゃんと対処しますから。本当ですか。はい、僕の打つ回数減らせばいいんです、大丈夫です。大丈夫です、監督に言いますか、大丈夫です、なんか見れなくなるのも寂しい。ただいいのが出たところで、はい、監督俺にたくさん渡してって言ってもそれはできないよって言われて結局何も変わらないから大丈夫です。はい、そうなんですか。そうです、大丈夫です。わかりました。気になさらず、はい、まあ、コンと言ってください。言います、言いますね。ね、はい、あ、怖いよ。初めてですもんね。そうそう、だから本当タロットカードっていうのを、ね、多分初めて見たもん、実物は。あ、本当ですか。テレビでしか見たことない。お、結構手柄はえぐいんで、ね、はい、でなんか逆さまとかね、あるんだよね。あります。位置が逆みたいなことでしょ。そうなんですよ、ちょっとやりますね。お、1月から3月ですよね。おお、ちょっと悪魔っぽいの出てこないで。お、確かに。お、なんかちょっと明るい感じしすぎてきたよ。あー、すごっ。お、なんか全体的に明るい色が。明るいです ね。もっと怖いカードが出てくるかと思ったけど。怖いカードも実際はありますね。やっぱり死神とか塔とかっていうのがあるんですけど、そう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 、今回ちょっとなんか黄色いですね。黄色い。黄色い。なんか幸せな色。うん、いい感じ。はい、出させていただきました。村上さんの1月から3月までの勝負っていう形で出しました。あとチームメイトと、あと自分自身の気持ちだったりとか、そういうところも出してます。へ、1月、2月、3月でチームメイト、自分の真相心理、結果、アドバイスみたいな感じで出してます。これはもう本当に簡潔で言うと、勝負は1月中に決めた方がいいです。決勝戦3月なんですけど、わーい。まあまあでもね、いや、いいですよ、まあ、1月勝負の月でもね。そうですね、1月にもう本当に全力全霊でやって、はい、で2月3月はそうですね、貯金を結構崩していく形になりそうで、出てます。怖、なので怖いですね。え、でも大丈夫、2月はね、なんと試合数がめっちゃ少ないんですよ。2月のね、前半で終わっちゃうから。なるほどなるほど、うん、そうなんです。2月は特に、じゃあ先に2月来ますけど、この、カード、はい、これはあの金貨、コインの3番の逆位置なんですけれども、まあ、ちょっと勝負だったりとか、そういうところ交渉事だったりとか、うん、対人の何かあの決めなきゃいけない決め事だったりとかがちょっと運気的に落ちるんですよ。なるほどね。2月落ちちゃって、はい、で、このカップのカードが過去にあのやった成績のものの方が大事みたいな、なんて言うんでしょうね、まあ、今じゃなくて
前をもっと大事にしようっていうので1月のことを言ってるので、1月がやっぱすごくよくって、1月はこの2枚のカード出てるんですけども、あのこれはクイーンのカード、すごい情熱あふれてる女性です。であとはすごいスピード感があります。なのでこの月はもう本当にすごくよくって、特になんか女性を相手にした勝負だったりとか、わお、なんかそういうところでかなり進化発揮する。お、じゃあ黒沢咲を倒せるってことですね、ようやく。なるほど。倒しちゃうかもしれない。なるほどね、なるほどなるほど、はい、出てきます。なのでもしなんかその次の試合の時に、うんうん、あのなんか他のチームで、うん、まあ、女性のプロ雀士が出るよっていうところがあったら、うん、村上さんがもうそこはなるほどねガツンとあの出ていただいて、はい、勝負するとかなり良い結果になるんじゃないかなと思ってます。なるほどなるほど、出てみます。じゃあこれをこの VTR を監督が見たら、もしかしたらアキちゃんとかサキちゃん出るときに村上系ってなるかもしれないってことね。はい、そうです。かもしれないね。なるかもしれないけど、ダメだったらすいません。全然もう本当にそんなのはね、うん、当たるも八景、当たらぬも八景なんです。ですよね、そりゃそうですよ、はい、で、3月なんですけども、うん、3月はなんかちょっと不思議な感じで、不思議ちゃん、そうなんです、やっぱちょっと疲れが見えちゃってるなっていうのと、あ、おっさん3人だからね。そうなんですか、はい、と、あとなんかこの金貨のカードが出てるんですけど、うん、なんかあのすごい疲れてるんだけど充実感はすごいあって、でなんかこのおかげでこれからなんかすごく良くなってきそうみたいな。だからこの M リーグが最後になって、最後だけ だけどその後続きがあるのね。そうです、なんか続きがあって、まあ、この M リーグの3月でフィナーレを迎えたことによって、なんか次のステージがもうなんかこの時点であって、うん、でなんかその次のステージは本当に自分が楽しい、より楽しいと思えるものがまた見つかってくるっていうようなフールのカードだったりとか。フールってアホって意味じゃないですね、これは。楽しい、これそうなんですよ、愚者って確かにアホな人っていうイメージなんですけど、あのすごい行動力のある人っていう意味でもあるんですよ。なのでなんかそれが、まあ、3月以降にしっかりあるんじゃないかなっていうような、希望に満ちあふれた最後になるよっていうような感じで出てきます。いい言葉ですね、希望に満ちあふれた最後ね。そうです、優勝じゃないかもしれないけど希望には満ちあふれるみたいな感じかな。そうです、なんか本当に、いやそうです、言っちゃった。優勝します優勝します。そっか、誘導しちゃったね。いやでも全然あのでもまあなんとなく全体的に全然やべえって感じはしないんで、全然やべえはないです、ね、なんか1月がいいし、うん、で2月ちょっとお休みして3月は疲れが出るけど、うん、希望に満ちあふれたラストを迎えると。そうです、全然いいじゃないですか。あとあのチームメイト、ほう、チームメイトはどんな感じなのかって、今どんな感じなのかちょっと見たかったなと思って、ほう、ちょっとカードを出しました。なるほど、はい、なんですけどちょっとどっちだかが分かんないんですよね、うん、どっちなんだろうな。なんか片方の人は、うん、なんか来年の1月から3月までめちゃめちゃ良さそうなんですよ、うん、おなんかワンドのカードができて、だからこの人が多分2月にその2月村上さんがちょっと、ね、はいはい、やばいなって時に助けてくれる。じゃあ2月僕出なきゃいいんだ。そういうことだね。お休み？うん、できるできる、大丈夫大丈夫。1ヶ月休みはなんか楽しいです。でもね、本当に12日で終わりだから、はい、多分試合が 3,4 試合しかないから。あ、そうなんですね、余裕余裕。なるほどね、ちょっと監督に言ってみる、うん、なるべく最小限にしつつ、ね、なんかここ一番って時にチームメイトがすごい助けてくれます。なるほどなるほど、もうすでに助けられてるけどね、めちゃめちゃ。うん、で、もう一人がなんか辛そう、めっちゃ泣きそうな顔してて、なんか絵的にそうっすね。そうです、もう縛られちゃって顔は見えないんだけどすごい泣いてるんですよね。だからちょっとかわいそうだなって思いました。なるほど、これはだから僕じゃなくてチームメイト2人なのね、うん、そうです。なるほど、まあ、これはどっちかわかんないしね。うん、うん、でも多分2月になったらわかると思います。あ、この人調子めっちゃいいみたいな。で、逆にこの人ちょっと調子悪いになる、泣きそうみたいな。わかった、わかると思う。俺ではないってことね。違います。よし、わかった、はい、村上さん自身のカードも出してます。あ、そうなんだ。はい、2枚出てます。すごく村上さんはあのかなりメンタルのなんかこう調整力がすごくうまいなって思います。今もうどん底でやばいんですけど、すげえ太ってるんですけど。あ、なんか、あ、そっち？ストレスで食べちゃって。
もうね、本当に糖質制限してるはずなのに、はい、できなくなってきた。できなくなってきた。辛いんだもん、だって。負けて辛いと食べちゃうでしょ。わかります。わかりますよね。そうなんですよ。でもそれをなんか外に出さない。まあ、私外で楽しそう、うん。そう、だからそれがすごいなと思っていて、まあ、あのワンドのカードが出てます。本当に安定感、外から見ると安定感になるような、そんなカードと、あと1個ちょっと気になってるのが、うん、あのなんて言うんだろう、今なくしたものはそんなに大事なものじゃなくて、もういいこと言う。で、なんかあのそっちに目をいかないところで、すっげえそれより大事なものがまだ残ってるので、ちょっとなんか意識するといいかなと思いました。今なくして155ポイントはあまり気にするなと。わあ、そうです、そうです、もっと大事なものがあるのね。はい、あります。探す、探してください。はい、という感じでございました。さあ、ということで占いの結果が出ましたけれども、村上プロいかがでしたでしょうか。はい、まあそうですね、とりあえず色が黄色かったです。はい、黄色かった。わあ、うん、あんだけ色々やってなので多分ですけど、はい、そんな悪くはない、はい、というのだけがなんとなく分かったし、はいはい、1月はなんかめっちゃいいって言ってもらったし、はい、2月はちょっとお休みして、はい、はい、3月はまあ自力で頑張ると、まあ、いい未来が待ってるって言ってたんでね、はい、はいはい、その先がすごいいいカードがめっちゃ出てたんで、なんと、はい、多分そして3月以降すごいいいカードが出てたということは、うん、3月以降に麻雀遊戯王レギュラー決定っていう、やったとりあえず1回は無償で来るっていう決まってますもんね。それが2月かもしれませんね。そっか、2月はそうだね。ありますね、ありますね。2月こうだもんね、はい、そっか、はい、はい、でもそういう結果がありますので、はい、もしよければ参考にしていただければと思います。はい、ありがとうございました。まあこういうなんかあまり機会もないから、まあ、ちょっと楽しんでいただけたかなという感じなんですけど、そうですね、実は収録終わった後にちょろっとね、はい、女性運も、はい、ってもらったんですけど、やりました。あれ、はい、やばいですね、1月が来てるらしい。そう、1月全体的に良かった。、ね、1月は麻雀も勝てるし、はい、女性も、はい、あ、いや、もうこれです、はい、今、はい、久々のセクハラポイントが来ちゃう、久々のセクハラポイントですね。はい、いやでもそういうことで2019年も、はい、頑張っていただければと思います。ありがとうございます、はい、はい、ということで今日はここまで。またねー。